チェック、正体を見せろ。目の前に敵がいた。エクセレント、フォーマーアウト。フォーマーアウト。俺たちの勝利だ。勝った勝った。一歩前進だ。おレベル完走したか、ついに。もうレベルもお金も完走したから、そうだよね、お金も999万で。いいね、決まったね。よし、やれやれ、この程度か。ここアイテムなし。アイテムそっとしといてくれ。何のこと、世界が終わる。あ、確かにこの人たちにとっての世界が終わるが、私が想像してる世界が終わるではないかもしれないのか。ここなんか広めだな。そっから私なんかアイテム、敵がいる。暴いてやる。まあ剥がるラインだ。なかなかやるな。タラタタタタ。よし。いいぞ、いい調子だ。あれ、これ宝箱ゲットして。ゲット。この下なんだ。これがあるだけ。あれ一瞬、回ってきた。このあれ、こうスイッチ、あ、反応した。はあ、ちょっと制限されるんだ。え、青、あ、青、青、よし。タラララン、3箇所解かなきゃいけないってことかな。そこもなんかさ、どこだ、スイッチ、あれ、あったあった。一瞬遠回りしちゃった。あそこが塗られて、あ、いいのか、青を青にして一周回れば。タラララン、あと一個、これ。多分最後帰ってくるから、ここ黄色にして、で、あと一筆書きだね。こう見ようにしか反応しない床ね。他モルガナたち乗ってるけど反応しない。あ、パネル触った人にしか反応しないみたいな感じか。セキュリティ解けたね。これで先に進める。お安い御用だぜ。あ、セーフティールーム、こんなところにセーフティールーム。で、世の中本当に問題が多い。
誰のせいでこんなことに。世の中よくなりっこねえぞおい。先進むか。これ何これ、こんな巨大なものがこの中に、みんなのお宝が、あ、この中にみんなのお宝があるの。ああ、そのはずだ。しかしこのマガマガしさと異様な威厳、うん、神殿のように見えなくもないが。そうだね。ここまで来てビビっても仕方ねえって、行こうぜ。よし行くぞ。おお、ぬめぬめせそう、あの床。これあれかな、お宝ルートまで確保できたら一回帰る。あ、ここにもこれがね、願いを叶えてくれる装置ってやつ。そこから降りれんの。こっちは、あ、こっち最深部。そう、降りた。研ぎ澄ませ。こっちはなんだ。ここは別に行けないのか。なんかあんのかな。あ、別に一緒だった。メメントスのそこ行くか、ジョーカー行こう。行くしかない。なんだこりゃ、何これ、すごいね。なんて数だ、周り一面全てが。本当だ、人が入ってる。一個一個。真ん中のあれなんだ。真ん中のあれ、何にしろ偉そうで悪趣味。うん、そうだね。ここより先へ抜ける道はない。どうやらここが終着地点、メメントスの採用ということのようだ。なるほど。なら、このどこかにメメントスのお宝が。この奥に、そのはずだけど、こっちに反応あるんだよね。それで正しい。我が輩もここへは来たことはないが、感じるんだ。え、これ間違いない。あれが消えれば。あれが消えれば。これ攻略したら消えちゃうの、ここもしかして。私一回帰るのかと思ったんだけど。なんか一匹さ、ペルソナ捕まえてなかったけど、まあいいか。なんか合成で作れるでしょ、きっと。一匹ぐらいなら。あれが消えれば、大衆は目覚めるはずだ。そのはずだ。だが、とても運び出せないぞ。うん。消えりゃいいんだろ。持ち出せねえなら、ぶっ壊すまでだぜ。ぶっ壊すか？ああ、それでいい。破壊しよう。破壊できるかな、これ。異世界丸ごとなくなるんだよね。いよいよこれが最後か。うん。おっと、さすがに見つかったか。うわー、警報鳴ってるよ。ただ黙って壊される気はないっぽいね。なんか人の声がたくさん聞こえる。何やらざわつき出したようだ。うん。君だな。何かする気か。やっぱりあれがお宝ってこった。確かめる手間が省けたぜ。ちょっと待って、やっぱりおかしい。大衆が自分で自分たちを囚人にしてるってシドは言ってたけど、うん、自動で反撃するこんな巨大なシステムを本当に彼らが動かしてるの？それにすごく統制された監視や兵隊もいたし。大衆たちとは別に、ここを支配してる者がどこかにいると言いたいのか。何今の。というか誰かに支配されちゃったのかもしれないしね、ここを。いいだろう、後にしろ。ここまで来て負けんなよ。うん。いやー、弱点とかあるのかな、これ。さっさとぶっ壊そうぜ。みんな気合を入れろ。分かった、モルガナ。よし、行くぞ。行くぞ。これ向こうの方が戦力が上よ。そんな無理はしないで。防御力下げとくか。それ効くんだ。ピルソナ、とりあえずガルダイ食らえ。
979、まあまあ効く。コンセント一回チャージするか。彼はもう一人の俺だ。ブフダイン461、光の矢。おお、反撃してきたぞ。コンセントレート、精神集中。どうしよう、別のメンバー入れ替えるか。リュウジ、まだフォローいらないしよ、サポートというか。大炎上くらいなよ。3061、すごいな。メンバー入れ替え、誠。やめてくれって言ってる人いる。聖杯、まあ確かに聖杯っぽい形してるね。あ、確かにつながっている。これは回復、回復した。嘘だろ、なんだ今の。何かを吸い取ったのか。ねえ、まさに大衆対我々。こんなの勝てんのか。くっそ、キリがねえ。そうだよね、こんな数の囚人たちに後押しされていては。うん、人間でありながら人間の望みを絶たんとする愚か者どもよ。え、この声誰。悔い改めよ。お宝が喋ってる。喋ってるね、聖杯。お宝というか聖杯。我は手にしたるもの全ての夢を叶えるとして崇められし。これが夢を叶える装置なの。聖杯と呼び名のあされし存在。聖杯、最高の老婦のありさまは人間の望みそのものである。なんかイゴールの声に聞こえるんだけど。等しくしばらく思考を放棄し、世界に関心を向けもせず、英雄の世直しすら無に帰させず、絵に愚かしき大衆。今や大衆の心は怠惰という欲に出し牢獄と化した。あ、だからみんな牢獄に入ってんのか。てかベルベットルームも牢獄じゃなかったっけ。ありがたがりやがって。ならば自ら望んだその牢獄で朽ち果てるのがふさわしき結末。構えろ、来るぞ。え、おや、なんか光ってる。パワーアップした。光の矢が来た。おのれ、今度こそぶち割ってやるべす。さっきのデータは、あ、そのままか。そうだな。え、ちょっと待って、この向こうの方が戦力が上よ。無理をしないで。ちょっともう一回ラクンダして防御力下げとこう。うーらー、ジオダインだ。450。コンセントレート。向こうの方が戦力が上。無理はしないで。アトミックフレア877か。やめろやめろ言ってる。大衆モード、これ。また倒っちゃった。どうすればいいだこれ。けど負けてらんないよ。もっともっと攻撃するんだ。え、この回復量を上回るぐらいの攻撃を当てないと。なんかあいつ色が、色変わってる。やってやる。そうだな、一回じゃあこれでコンセントレートして。多分さ、どの攻撃与えても一緒だよね。チャージしよう。湧いてくるぜ。
大炎上。2393。アトミックフレア。大衆の望み来た。これあれかな、タイミングを揃えて攻撃した方がいい。どんどん回復。またか。つうかやっぱりだ。あいつ回復するたびに色が変わってる。じゃあどんどん回復させればいいのか。どうしようかな。コンセント。まだやれる。1501。で、超特大ダメージ。超特大ダメージどうですか。2515。攻撃した方がいいかな。くらいなよ。普通に攻撃すると187で、一回回復する。やめろって言ってんだよ。次タイミング合わせてやってみるか。大衆の望みきたな。いや、こ待ってよ。また全部だ。でまたなんか光り始めたね。なんか無理、ふざけんな。チートだろこれ。チートだな。どうやって勝てばいいの。怒られてる。帰れ。当の大衆がこの有様じゃ心を盗むどころじゃねえ、うん、一体我が輩たちは何のために。ひどい。望まれぬ正義に酔いしれる愚か者。なんか金色になってる聖杯。これこそが怠惰に落ちた人間の願い。この輝きは望まれたる存在の証。人間が求める限り我は不滅。そんなのどうやって倒せばいいんだ。これがみんなの望み。思考停止して聖杯に導かれることが。認めちゃダメだ。そうね、うん、悔しくて泣きたいよ。というか俺たちが諦めたらもう完全にこの聖杯の思うツボだぞ。私は絶対に賛同しない。うん、賛同したらこの帰れって言ってるやつらの一部になって終わるだけだ。そんなんじゃねえ。現実がどんだけ辛くても変えることを諦めちまったら終わりなんだ。うん、我が輩だけじゃねえ、ここにいる全員がそうだ。そうだ。諦めちまってた頃になんか戻りたくねえか。命をかけてここまで来たんだ。考えることをやめてはいけない。モナちゃん、モナちゃん。そうだよ。もはや人間どもは歪みの顕在化を望んでいる。そして我は人間の望みを叶える存在。人間の望み。かような異界にとどまらず現実へと。え、現実へと。まずいんじゃないの。ふざけんな。ここで力蓄えて現実に。侵食って一体何をする気。ちょ、やばいよ。嫌な予感しかしねえ。何する気だ。モナ、どうすればいいんだ。お前が何者だか知らねえが、さっきから決めつけやがって。人間はな、お前が言うような愚かな奴らばっかりじゃねえんだよ。うん、怠惰で愚かなりし人間どもよ、すべての心を我に差し出せ。おお、何する。今こそ融合がなさる。融合。おい、地面が。なんだこれ。消えてる。ざけんなよ。どうなった。何かの声。モルガナ呼ばれてる。誰。お前は私の。嘘だ。え、そうか、
そうだったのか。全部思い出したぞ。思い出した、モルガナ。やっぱモルガナが鍵なのか。みんな無事？強制的に戻らされた。足りめえだろ。あ、っていうか服が普通のに。ね、現実に戻ってきた。見ろ。渋谷？渋谷。戻ってきたのか。戻ったというか。追い返されたんだろうな、聖杯に。うん、私たち負けたの。わかんないけど、まだ諦められない。それはわかるけど。え、なにこれ、血の雨サイレン。この雨に触れると死人になってしまうのか。うわー、これ現実に侵食しようって。メメントスの景色が渋谷に侵食している。まさかこれが融合。え、なんでみんな何も思ってない、見えてないのみんな。え、あ、三島くんは見えてる。どうなってんだよこれ。え、なんなんだ、なんでだ、なんでね、誰も反応してない。反逆の心を持ってない人は、こいつはというか、そこのメメントスに囚われてる人は反応しないのかな。これほどのことになるとは。こんな、どうすんだよ。なんかすごい大事になっちゃった。大家さん、なんだこれ、夢か。え、あ、なんだこれ、どうなってる。カオル、カオル、カオル。そうだよね、息子のとこ行かないと。ひふみちゃん、この景色は現実。やっぱ反応してる人は多分メメントスに囚われてない人たち。そんな、誰も気づいてないのか。さすが吉田さん。夢とかのんきに言ってらんないみたいね。川上先生。嘘。あ、ちょっとこれ、このピンクの何？これね、サイレンの血の雨みたいだよね。サイレンやったことある人しかわかんないと思うけど、あれれ？千早も気づいている。そんな、世界が変になってる。何？これは何が起こってるの？おいおい、何が始まるってんだ。サエさん、信じられない、どうしてみんな普通なの。いや、そうだよね、見えてないの。これが普通みたいな顔してる。無事でいるかしら。あ、深夜。信じられない、ここゲームの世界。いや、そう、そうなるよね。みんな見えてない。すげえ天気いいな。天気いい。え、そうそう、めちゃくちゃ雨降ってるけど。明日の打ち合わせの件ですが、ピンクの雨が。今夜来るって。全然みんな普通だ。回答って結局何だったの？回答とか懐かしい。一瞬でも信じた俺がバカだったわ。いいネタだったよね。まあ今さら誰も信じてないだろうけど。なぜだ、異常に気づかないのか。ねえ、気づいてないみたいだね。多分おかしいと感じられないのよ。双葉？どうした？なんかグラグラする。え、死人になってしまうのか。捕まって。あ、アンちゃんも。アンちゃん、みんな。
これも聖杯の仕業なの。どうすればいいんだこんな。ふざけんな。リュウジ。君はリコとしやがる。あ。え？ああ、リュウジが消えかけてる。アンちゃんも。嘘でしょ。みんなが消えかけてる。俺たち何か。やだやだ。体が。なんでだ。そうか。そうとも私ではない。あ。貴様たちが人々の認知から。あ、怪盗団を忘れられてるから。この声。メメントスと現実は一つになった。故に認知から消えたものはもういずこにも存在できない。消えるとか冗談じゃねえぞ。くそー。うわ、消えた。リュウジ、ここまでなのか。いや、ここで三島くんがどうにか助けてくれるとかそんな展開ないのか。みんな消えてく。我が輩のせいなのか。我が輩が連れてきたから。何が起きてる。モルガナのせいじゃないよ。我が輩、我が輩はすまない。作戦失敗だ。作戦失敗。このまま消えるしかないのか。あー、 0% になる。消された。ベルベットルーム。結局構成は果たされなかったな。え？見込み違いだったようだ。なんだって。何が起こったの。この無能な囚人。いや、協力の甲斐もありませんでしたね。人間は私が考えるよりもはるかに怠惰で愚かであった。まもなく世界は破滅を迎えるだろう。なんだって破滅だと。お前はゲームに敗れた。嘘。人類に変革をもたらすトリックスター。所詮お前には荷が重すぎたようだ。ではゲームのルールにおいて敗者には代価を支払ってもらわねばならん。代価。お前の命をな。え、命。万事を死刑に処する。双子もびっくりしてたけど。死刑。神の決め事は絶対。我が試みは水泡に帰し、全ては終わったのだ。その者に速やかな死刑を。死刑。それが主のお望みなら。え、本気なのか。貴様は良い囚人ではなかったということだ。なんだって。あんなにお願い事というか、なんか試練みたいなのをこなしたのに。確かにそうかもしれませんが。どうした。速やかに執行せよ。え、本当に死を。迷うな。全てはゲームに負けたこいつの罪なのだ。どうすればよかったんだ。うわ。では囚人、これより刑の執行に移る。なんだって。まだ死ねない俺は。このままでは殺されてしまう。どうにかしなければ。どうすればいいんだ。
あ、これは、あ、開いた。生意気な、この後に及んでまだ反逆の意思を示すとは。ジュスティーヌ、いいな。主の命令なら仕方ありません。え、往生際の悪い囚人に我らの力を見せてやるのだ。双子と戦うのか。わかりました。罪人にしよう。抗うしかない。後ろにイゴールがいるんですけれど。抵抗するな囚人。おとなしく刑を受け入れろ。なんだって。最後は潔くするものです。体が動かない。メガトンレイド。体が動かない。金縛りにあってるよ。会いたいんですけど。この力、カロリーヌ、やはり。どうした。迷うなと言っただろう。主の命令に背くのか。どうだ。なんか迷ってる。やめてくれ。食らいなさい。ダイヤモンドダストまで使ってきた。死んでしまう。やはり違う。違う。私たちの役目は死なせることじゃない。気づいてくれた。カロリーヌ、何なんだ。なぜこんなに心が騒ぐ。もしかしてコープ活動を進めといてよかったんか。別の役目があるというのか。別の役目。どうした。死刑と命じたはずだが。イゴールが立ってる。双子が迷ってくれてる。主は人間を見限ってしまわれたのですか。私たちは監視、囚人を構成させる存在。何。頭の中で何かが告げるのです。本当の役目は死なせることでは。助けて。謎の声だ。これなんか最初に聞かなかったっけ。何者かの声が聞こえる。あ、そうだ、一番最初にさ、この声どこかで聞いたことがある気がする。どうすればいい。どうすれば。私たちの願いはあなたが真なる公正を果たすこと。真なる公正。私たちは誰かを殺す存在ではない。それこそが忘れかけていた真実です。決まりだな。私たちは人間を見限ら、あ、見限らないでくれた。あ、なんだ。右目と左目、まるで鏡写しの同じ。あ、私たちの願い、もともと一つの存在だったの、もしかして。ようやく思い出したぞ。我らがいかにして引き裂かれたか。引き裂かれたのか。思い出した。私たちはもともと一つ。やっぱり半身ずつに引き裂かれたのです。邪悪な意志によって。邪悪な意志。イゴールか。我らも同じく囚われだったわけか。囚人に真実を教えられるとは。取り戻しましょう、私たちの本当の姿。本当の姿。おい、貴様に最後の仕事をやる。ありがたく従え。従います。あなたの手で私たちを合体してください。あ、なるほど、合体ね。育ててやった恩を返す時だ。心してやれ。相当合体やったからな。わかった、今二人を助けよう。合体でギロチン。そしてそれを見守るイゴール。おお、
成功したか。これが本当の姿？我が名はラベンツァ。ラベンツァ。私たちは邪悪な意志によって引き裂かれ、あの双子の姿となりました、うん、この身を引き裂かれる前、私は助けを求めました。助け。ああ、最初にね。あなたを失えば聖杯への道は永久に閉ざされる。だから今一度真実を思い出して、そしてどうか私たちを救って。信じていました。あなたならここまでたどり着くと。え、たどり着けない未来もあったのかな。主の名を語る不届き者、取り戻されたこの寮の目の前で嘘偽りは通用しない。こいつ偽物なのか。お前何者だ。終わっていない。イゴールハテナになってる。人間の世界を残すか、壊して作り直すか、すべては我がゲームだ。我がゲーム。気をつけ。いや、ゲームなんだけどね。お前夢の番人じゃないな。お前に分かるように言うならば、願いを叶える聖杯。聖杯。いや、願いに応え統制を施す神といった方が近いやもしれんな。遺族が悪を討ち、大衆が善に共感すれば、自らの力で平から改心すると見込んだわけだ。だが結果は知っての通り、大衆は全てなかったことにしてしまいよった。それで人間は破滅すべき。その答えをお前は導いた。それでその結果にしちゃったの？いやな、囚人。うん。実のところ、お前を再評価しても良いかと考えておるところだ。人間が聖杯へとたどり着き、私の正体を見抜く。神である私をなかなかに驚かせた。文具にはできぬことよ。まこと退屈せぬ囚人であったわ。我は何時、ここで汝は我、何時ここにコープマックスになるの。気に入られたから。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、愚者の究極の悲鳴に目覚めたり、ね、無人の力を何時に与える。アルカナフルバースト。あ、ボーナス量が増加。よし、マックスになった。よし、ビシュヌ。もうしばらく観察してみるのもいい。今日だ。お前に取引の機会を与えてやる。取引？取引の機会。もし望むなら世界を前の状態に戻してやろう。歪んだ体前の状態、あの世界。え、まだらめとか戻すってこと？本当だろうか。彼を異世界に無理やり引き入れて望まぬ試練を課し、その上まだもてあそぶというのですか。怪盗団が称賛され、名声が手に入るだろう。どうだね、うん。確かにこの提案に乗れば町の惨状は元に戻るかもしれない。けれど人々は考えることを放棄したまま、これからもあの牢獄に囚われ続ける。本当にそれは正しい世界だろうか。いや、正しいわけがない。断る。それはダメだ。選択してくれました。俺は最後まで反逆の意志を貫くぞ。どしがたき愚かさよ。自ら死を選ぶか、うん、なれば今度こそは用済みだ。用済み？消えた。え？なんだ？は？我が主。これ本物？めちゃくちゃそっくりで。いやはや、
この場所、あ、ずいぶんと久しいですが、あ、そうか、そっか、この声、あの方の時のさ、イゴールというかこの鼻長いおじいちゃんの声、なんか変わったんだな、ファイブになったから変わったんだなとか思ってたら、そういうことだったの？偽物だったから違ったの？ようこそ我がベルベットルへ。こっちが本物か。見た目じゃ分かんないけど声で分かるな。このベルベットルームの真なる主であり、うん、あなたの旅の本当の手助けを担う方。なるほど、本当の手助け、どんなことしてくれる？すぐに理解するのは難しいかもしれませんな。一言で申し上げれば、偽物が去り本物がお戻りになったということです。それはいいことだけど、でも偽物どこ行ったんだろう。我が主が戻り、あなたが奴の誘惑に打ち勝った、うん、ならば破滅に向かいつつある世界を救うことができるかもしれません。正しい選択だったか。ですが、あの者に勝つにはあなたの力だけでは難しいでしょう。仲間たち？仲間たちだよね。解放するのです。志を共にしてきた仲間たちを。うん、それはどうすればいいんだ。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。うん、彼らはまだ息途絶えたわけではありません。あなたがここに閉じ込められたように、彼らもきっとどこかに捕らえられているはず。絆を深めたあなたならきっと彼らを解放できるに違いありません。なるほど、仲間を探すんだな。分かった。彼ら、いや、怪盗団がここに集いし時、全てをお話ししましょう。さあお行きなさい。共に真実へと向かうべき人々のもとへ。うん、行こう。